何言ってたいや。あ、いや、耳が痛い。おはよう YouTube。 今日は皆さんに桐崎エイジの朝をご紹介したいと思う。まず俺の朝は朝立ちから始まります。いてリモコンだよ。なんでこんな熟睡したの？どうしたの？なんかあったの？おーい、おはよう。お母さん、朝ごはん作ってる？しょんべんをします。桐崎エイジの朝ごはんです。卵、ウインナー、ご飯、味噌汁、いただきます。あっち、妹は俺が起こすから。歯を磨く。よし、磨こうかな。あ、これ妹のだった、間違えた。使おうとしちゃった。え？飲んじゃった。あっちか。起こし飲もう。10回で起きるもん。10回で起こさす。起きろー、朝だぞー。妹、いいってそれ。学校だ、一緒に登校するぞー。にょー、はい。ちょっとかぶせても、ちょっとストーンかぶせても。了解妹。もうちょっと奥まで。お前そんな寝とったらダメやって。だから毎回遅刻するやん。起きろ。今何時？今6時半過ぎ。これ手強いぞ。もういいって。そんなことじゃん、誰言うよ。大きい色。行きました。もうバイバイ。くっす、やろ、くっす、大きい色。うわぁ、あんまりだよ。痛い。あぁ、きら、くっす、やろ。あ、もう折れるよ。やべえ、ちょっと足入れると。大丈夫？大きい色。ちょっと行っても、起きるから。朝嫌だよ。超テストやる朝、もうやだ。それ残念。俺も今日仮面テストがある、社交の。よう、間に合わん、間に合わん。今日学校行かな。行け。あ、ごめん。よいしょ。妹が食べている隙に、僕は服を着替えます。だる。あ、リオ、それまでカロリーテスト使うから。さあ、行こう。なんで俺それ。ね、時間ないし、やめなさいもん。さすがにお前の歯磨き粉は汚すぎる。はい、完成。 DJ DJ ゲラゲラゲ。完成。おいね。そう、今妹が着替えをしております。靴下を履く妹でございます。やばい、時間がないぞ。ね、ほんとどいて。いった。違う、ちょっと待って。よし、妹行くか。そろそろ久々に俺と登校や。ギップで返すな。レッツゴー。ねえ、見て、触らんといて。すいません。なんでこんな骨いるの？マジうざいんやけど。お前も黒髪ショートにしろ。ショート最高。いや、靴ないのよ。行ってきます。デリシャス。もう靴ないの。無駄に靴にこだわりがある妹。ちぎーし、もうトイレの靴。あ、見てこれ、食い込んどる。もう本当にやだ。ダサい、ダサい。いいね、いい朝だね。妹と投稿する兄貴、どこのアニメや。見てください、この田舎を。近くにコンビニは一つもありません。いいっていいですね。いい髪型、いい髪型。気をつけろ、川だぞ。うわ、落ちちゃった。ちょっと見して。いや、カメラで髪セットすんなよ。ど田舎。あんまりいい朝は人と喋るのわかる。でも俺と喋っとって楽しいやろ。無理。もうどの人間とも喋りたくない朝は。特にお前みたいな人間とは喋りたくない。なんでこった。そんなこった。画面違ってる。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。